警察法は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、かつ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする、日本の法律である。1947年に制定後、1954年の全部改正により現在の法律となる。 改正前の警察法は、旧警察法とも言う。全部改正によって、国家地方警察と自治体警察は廃止され、警察庁と都道府県警察が設置された。戦前の日本警察は、内務省警保局による、中央集権体制で運営されていた。しかし、太平洋戦争で、日本が敗戦し、連合国軍の統治下に置かれると、GHQ は、 日本の警察機構を天皇制の維持擁護を目的とした非民主的な警察体制であると断罪し内務省の廃止を含めた全面的な見直しを要求してきた。1947年9月3日内閣総理大臣片山明が公安庁設置法案を軸とする警察制度改組計画を提出した。これに対する同月16日付のマッカーサー書簡の 指示内容に基づき、政府は、警察法案を起草した。同年12月17日、警察法が交付され、1948年3月6日に、施行された。旧警察法の理念と特徴は、次のようなものであった。警察の地方文献としての自治体警察は、自治体の財政負担が大きく、行き過ぎた、警察組織の細分化は過度の縄張り争いを招き、 広域捜査の困難をもたらした。また、国家地方警察と自治体警察が独立対等のため国の治安に対する責任が不明確になる等の問題が発生した。その他、中華人民共和国の建国や東西冷戦の激化により、自治体警察の生みの親である GHQ の占領政策も急速に右旋回し始め、 警察制度の中央集権化を復活させる動きが出始めていた。そこで、1951年6月12日の法改正では、人口5000人以上の住民投票の付託により、自治体警察の存廃を決めることができるようになり、小規模町村の自治体警察を国家地方警察に吸収することが可能になった。その結果、 ほんの数年で1000以上の自治体警察が廃止され、残るは財力に余裕のある大都市の自治体警察のみとなっていた。警察を維持する市町村数は1951年10月に560、1954年1月に406と減少した。また、この改正により、国家地方警察と自治体警察との間の人事交流が解禁され、 公安警察の事実上の一体運用と、それに伴う国家地方警察から自治体警察への裏金の移動も行われるようになった。1952年4月28日、サンフランシスコ講和条約が発効し、日本が独立、主権回復すると、旧警察法に内在する問題を根本的に解決すべく、 警察制度改革が始まり、1954年6月8日、旧警察法を全面改正した新警察法が交付され、同年7月1日から施行された。新警察法では、従来の国家地方警察と自治体警察による日本盾の制度を廃止し、新たに警察庁と都道府県警察を発足させて、都道府県警察の警視制以上を、 国家公務員とする地方刑務官制度を導入するなど日本の警察機構を再び中央集権化し、また内閣の責任を明確化すべく国家公安委員会委員長に国務大臣を当てることになった。1954年6月3日乱闘の様子崩壊宣言は1954年2月15日第5次吉田内閣により提出された。 5月15日、法案は、衆議院で、賛成254、反対127で可決され、参議院に送付される。1954年6月3日、丸腰で介入した、警官隊も暴行を受けた6月3日、衆議院本会議は、2日間の会期延長をめぐり、大混乱となる。ついには、議長、堤康次郎が、議員警察権を発動。 要請により、警官隊が初めて国会内に入った。6月4日、社会党左派、社会党右派は、会期延長は無効であると共同声明を出した。以後、社会党両派、日本自由党、労働者農民党、日本共産党は出席しなかった。6月5日、衆議院では、社会党両派、日本自由党、労働党、共産党の欠席のまま、 10日間の会期延長を議決した。6月7日、参議院で地方行政委員会での審議中に中間報告により本会議で審議に入り、可決され成立した。翌8日、交付。7月1日施行。会期延長議決の混乱によって、警察崩壊正無効事件が発生した。6月15日、衆議院本会議は、 つつみつるよら45議員の30日間党員停止を可決。続いて、全員協議会を開き、乱闘事件に関し、自粛を決議した。ありがとうございます。